なりに課金はしてるんでしょ。まあ220万くらい。おお、留学生で220万だよ。え、それお金はどっから出てくるんですか。自分ちょっといろいろやってまして、まあお金もう株とかそういう系を。小学校6年生卒業した時にもうこれが今後のまあお年玉とかお小遣いだよって100万円渡されたんです。え、マジで。その時になんかニュースとかでもビットコインっていうお金があるって言ってて、で調べてみたんですよ。1ビットコインが10万円とか。え、10万の時買ったの。そうですね。え、マジで。いや、ちなみに今ビットコインは100万円になってます。利益をちょっとだけ課金して、そこでなんか他にないかなと思って見つけたのが次が株ですね。じゃあ結果的にはそのもらった100万円は増えてる、減ってる。うん、結構増えてますね。自分で稼いだ金で課金してる中学生ってことでしょ。そばに誘ってくださいって言うじゃないですか。声変わりもしてないんで、お前赤詐欺っただろうってすぐ蹴られるんですよ。 100% 詐欺師だ、来んじゃねえって、うん。